オードナンス QF4.5 インチ榴弾砲とは、イギリスが設計した野戦用榴弾砲であり、第一次世界大戦において18ポンド野砲と共に広く用いられた。QF4.5 インチ榴弾砲は、BL5 インチ榴弾砲を更新するために、第二次防和戦争の戦訓を取り入れて設計され、1908年に正式採用された。 4.5インチ榴弾砲の中体福崎は当時のイギリス陸軍火砲としては一般的であったクルップ社が開発したバネ集まった座敷であるが汚染はイギリス陸軍の火砲としては初めて手動水平左線式を用いている砲弾は弾頭装填後に所定量の火薬を充填した薬莢を装填する分離薬莢式であり射程距離の細かな調整が可能であった砲弾には 榴弾と硫三弾、毒ガス弾などが製造されている。初期型は木製の車輪を用いていたが、1920年代には車輪をソリッドラバータイヤに換装したマーク 1R、後には空気入りゴムタイヤを取り付け、車軸とブレーキを換装したマーク 1P に改良されている。第二次世界大戦頃には QF18 ポンド砲とともに、 9回25ポンド砲への更新が進められ、対戦終結時点で退役した。QF4.5 インチ榴弾砲マーク、1P 方向にマズルブレーキを取り付けた、フィンランド軍の 114H、18第一次、世界大戦においては、QF18 ポンド砲3に対して1の割合で、配備され、イギリス陸軍やカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど師団砲兵の主力榴弾砲として、 イギリス陸軍が活動したすべての戦線で活躍した。第二次世界大戦においては、1941年から1942年にかけてマレー半島で日本軍との戦闘に投入されている。アイルランド国防軍にも供与されたが、アイルランド内戦における活動状況は不明。フィンランドも冬戦争時にイギリスから24門、スペインから30門を導入し、 マズルブレーキを装着するなどの紹介量を施した上で 114H-18 として正式化した。同砲は継続戦争で使用され、赤軍から露獲した BT-7 快速戦車の砲塔と組み合わせた BT-40 にも製作されている。Wikimedia Commons には QF4.5 インチ榴弾砲に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。